はいどうも、さかねダブルスニッキーです。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、やってきましたね。とうとうこの日が、千葉県にあるルネサンス高野台様にねお邪魔しております。ありがとうございます。今回ですね、ちょっと朝がですね、雨が降ってしまったので、ちょっと開始時間がね遅れたんですけども、はい、楽しんでいきたいなと思います。今回ですね、平行陣をね、その守りから攻めの平行陣と、2本目は攻めから守りの平行陣をねちょっと教えていきたいなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。この動画がね良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしたら見ていきましょう。本編スタート。関東上陸。皆さんおはようございます。おはようございます。ちょっと1時間遅れのスタートということで、申し訳ないなと。いつも動画見ていただいてありがとうございます。今日も、はい、最初、前半と後半みたいな形で、一緒の内容をするので、怖いです怖いです。印象があるし、印象が改めましてよろしくお願いします。今回のレッスン内容としては、平行陣の守りから攻めに行きたいなと思うので、ぜひ何か得て帰ってくださいね。あとはちょっと待ってくださいね。ということで、ちょっとねボレーを、皆さんの動きを見ていきたいなと思いますので、まずボレーの球出しからやっていきたいなと思います。そしたら、まずもウォームアップやと思ってもらっていいので、1人4球ずついきます。フォア、フォア、バック、バックっていう形で交互に出していきますので、全部クロス方向に狙っていってください。じゃあいきます。はい、お願いします。ミドルボレーと、まあ、この形でまずウォームアップやっていきます。はいと、はい、まずは何も言わないので足元ケアでお願いします。はい、さあ行きます。はいと、はい、 OK、 はい、うん、いいで、自分の中で上半身のバランスをまず整えるように意識してみましょうか。そう、上半身のバランス、そうで、足、下半身のタイミング合わせるようにしといて。 OK、 はい、そう、はい、OK。 今からボレーのね、守りというところに対して考えていきたいんですけども、まず一つ、守りで一番重要なことって何なのかっていうと、相手を走らさないことなんですよ。例えば角度を取ってしまったりとかすると、自分たちのポジションが明らかに変わってしまわないといけないので、極力自分たちのポジションを変えないところに配球をしたいっていうような考え方をまず持ってみてほしいんですね。なので今一番重要になってくるのが、シングルスラインとベースラインのあの T 字あるじゃないですか。 T 字の方向に狙うっていう風にやってみて、なのでまあ相手が立ってたら正面に向かっていくっていう風に意識をしてみましょう。はい、こう、はい、 OK。 さあもうゆっくり出しますから、そう、まず一つ重要なのは、守るということに対しての意識をどんだけ持てるかが重要です。いい、いわゆる攻めるという感覚で常に行こうとすると、どうしても激しく激しく動作を取ってしまうんですね。なのでいかに、そう、自分のポジションをそんなに激しく動かさなくて済む配球を意識したいと。センターだってサイド行ったらダメなんではなくて、行ってしまうとポジションを変えないといけなくなってしまいます。なのでこれはまた後で平行陣の、あの形式になった時にやっていきたいなと思うので、相手も振らないし自分も振られないというところが重要になってきます。相手の正面に刺すイメージがあると、相手からすると返すになってくれるんですね。そこをまず目指していこうじゃないかっていうのは、今の目的なので覚えておいてください。今のをまず意識をした上で、平行平行の練習をしていきます。平行平行になった時のためではなく、守るっていう練習と思ってやってみてください。でですね、今からやってもらうのが、まあ、平行陣入ってもらって僕も入りますので、フォアサイドの方はサービスラインで常にここでボレーをする練習をしてみましょう。あの踏み込むのは全然 OK です。ただ踏み込んでいって、なんかしない間になんかこうこんなになるのは NG でお願いします。でこっちの人はサービスラインの一歩前でキープしてください。ここも一歩出てもらってもいいですから、常にここでプレーをしていくっていう風な形でやっていきましょう。 OK ですか。こういうちょっと距離感のある形でラリーをする気持ちを持つこと、ポイントを取りに行ってもらっても OK です。ストレート狙うなら狙う、センター狙う、サイド狙う、 OK です。ただロブはなしでやってみてください。はい、行きましょう。はい、さあみんなできるかな。そう、はい、そう、はい、
ナイスキャッチ、どうする？ストップ、オッケー、ナイス、はい、いいよ、はい、そう、ナイス、いい、ナイスケア、ナイス、はい、オッケー、入ってる、アウト。もう一回いきましょう、はい、いくよ、はい、もう一球、そう、ナイスボレー、はい、入るよ、はい、読まれてた。さあ行きましょう、はい、ゴー、そう、はい、はい、オッケー、はい、そう、大丈夫、ナイス。あー、その距離苦しいね。いい、皆さん基本的なことはもうできてるんでね、あとはポジションと配球ですね、ここを考えていきたいと。はい、はい、あー、焦っちゃったな今。もう一回いきますよ、はい、ゴー、ストップ、はい、はい、オッケー、ナイス。でポジションなんですけども、ゆきぶさんサービス線立ってもらっていいですか、なら、ようさん立ってもらっていいですか、それ以外の方こっち一回来てもらっていいですか、一回ねポジション見てもらっていいですか、なんか見てもらって、なんかコート広ないですか、今二人のポジションを僕ら一回再現してみたいの、もう左行ってもらっていいですか、ここに今立ってるので、なんとなくコートが広く見えるような形になりますよね。ここで重要なのが、僕よく言うのがセンターケアっていうのをよく言います。センターはどっちが取るのかっていうところがまず重要になってきます。基本的にはクロス側の人なので、ここの人があと一歩こっち寄ってもらっていいですか、 OK、 これでなんか印象変わりません？なんとなくギュッとして空いてる場所があそこだけなんですよ。いわゆるそっちから見た形で言えば、今せここだったのが一歩寄るだけでかなりこっちが詰まってるような感覚があって、ここだけ空いてるように感じますよね。このポジション取りを皆さんができるのかっていうのが重要になってきます。でここからが重要で、それではようさん、左に一歩大きく出てもらっていいですか。また変わったでしょ。これがダブルスの怖いところです。ここの人が打とうとした、その時に一歩寄ってんのに一歩寄ってしまうと、それだけでまたここが空いてきますよね。なのでストレート側の人は我慢をしないといけない。戻ってもらっていいですか。ここのポジションで狙われる位置はストレートとサイドを、そういうことですね。ここを狙われるようにポジション取りを取りましょうっていうのを皆さん考えてみてください。なのでクロス側の人がいかに真ん中を守っているように見せれるか、ところが重要になります。はい、ゴー、そう、ナイス、そう、もう一回いきますよ、はい、ゴー、はい、さあポジション、ポジション、オッケー、ポジション、そう、ポジション、いい、ポジション、おー、オッケー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 、多分ようちゃんさんが一番感じたと思うんですけど、なんかストレート打たれそうな気しかしないじゃないですか。でも飛んでこないでしょ。これがプレッシャーってやつです。ポジションがここだから常にチャンスをこう拾ってるように見えるんですね。これがここだとこっちに圧をかけるんですね。そっち側がプレッシャーをかける。僕はここだとくるんちゃうかな、くるんちゃうかなっていう風な感情になると思います。なので体感してみてください。で多分体感すると思います。はい、いきます、もう一球、はい、ゴー、ナイス、ナイス、そう、はい、いきましょう、はい、そう、はい、いい、ナイスボール、そう、オッケー。さあ今のがセンターを守ってるかどうかですね。オッケー、いきますよ、はい、ゴー、そう、ナイス、オッケー、いいボール、はい、いいボール、はい、そう、はい、はい、ナイス、いい、そう、チャンス、いいボール、オッケー、交代しましょうか、はい、ゴー、そう、ナイス、オッケー、はい、そう、ナイスケア、そう、今のこれごめんなさいね、結構喋りますけど、ダブルスの弱点にもなり得る配球を僕今やってみたんですよ。これ何かというと、単純にセンターに振ったんですよ。センターで僕の前に立っている人、ここに打っちゃったんですよね。ここってデッドゾーンなんですよね。なのでセンターでもこっちではなく、構えてもらっていいですか、こっちに配球できれば使える。それはなぜかと言いますと、こっちのセンター入れると急にセンターケアをしないといけなくなってしまうので、かなりポジション取りが難しくなっていくんですね。ストレート側の人って基本前後に動いたりしますけど、急に前の人引っかかるとサイドの動きを
入れないといけないので、なんとなくはいセンターって振るぐらいだったらストレートとか行った方が分かりやすく動けるので、そこら辺をちょっと注意しておいてください。いきますよ、はいゴー、はいストップ、さあどうする、そっふい、オッケー、ここそう、はいオッケー、そうこれがね今僕がやったあかん配球、もう一球ですよ、もう一球いきましょう。今の配球するぐらいだったらクロスに返してた方が、もう一回お願いします、クロスに返してた方がいい、はいゴー、そっどうする、そうか、こうやって振り分けちゃう、そうそうすると分かりやすいですね。結構暑そう、暑いちょっとだけ待ってくださいね、ごめんなさい、はいゴー、そっどうする、はい大丈夫よ、はいお飛び出てきた、はいあOK、ナイスプレー、いこ、はいそっナイス、はいそっ OK、 いいボール、ナイス、さあ今のもストレート側から飛んできました、クロスに打ちました、イコール2人ともが今度はクロス側になるので打った後は寄らないといけないってことね、 OK、 さあ行きましょう、はいこ、はいそっ、はい、いいよ、もう一回行きましょうか、ポジションね、もうちょいこっち、そこで行きましょう、もう一回、はい、ゴー、そう、この平行陣ができれば相手からしたら打つ場所がない、そう、ナイス、そう、ナイス、もう一球ね、はい、ゴー、そう、ふい、オッケー、チャンス、ナイスカット、そう、今僕のポジション見て、ほら今ストレートに行った時にどこに返すかわからないのと苦しんでるから、そっちから今止まってみるとすごい広いでしょ、でもやってる2人は多分広く感じてないんですよね、ここに立ってるのでプレッシャーがすごい、なんかどこも取られるんじゃないかな、これがほとんどの方が頑張れっていう顔で応援してるだけで広くなるから返しやすくなるっていうことでね、今からですね、半分立ったので、な4番の方ストロークで行きましょう、次は僕そこに入ります、今からやるのは相手がストロークをどんどん打ってくるボールに対して攻めない練習をします、なので打たれたボールをいかに打たれないように返すっていうところを考えていきましょう、配球に関してはもうフリーでいきます、例えばこっちに振っても全然 OK ですし、後ろに返しても OK というふうな形で形式をやっていきましょう、なので今のポジション取りを意識してみてやってみましょう、相手の正面をイメージして返していく、そう、OK、はい、相手の正面をイメージして返していく、そう、相手の正面、ナイス、いい、そう、はい、構えて、おー、エボリア、そう、そう、はい、OK、ナイス、はい、行きましょう、はい、そう、OK、ナイスよ、我慢よ、そう、そう、チャンスを待つ、はい、チャンスを待つ、我慢して、そう、大丈夫、構えて、はい、OK、はい、そう、はい、OK、そう、今のってね、僕らリスクを負ってないんですよ、もちろん今ちょっと途中失敗しましたけど、その後返ってきたボールに対して僕らは返すだけでちょっと苦しくなかったですか、ここがボレーで結構重要になってくるテクニックなんですね、もちろんこれがほとんどの方が例えば動画見たりだとか上手い人の見てると攻めてるように見えちゃうんですよ、攻めるっていうことはイコールリスクを負うってことになるし、もし例えばレディースの方だったら詰めてしまったら何が来るかって言ったらロブが来ますよね、どうしても、なのでポジション取りが変わらないでいかに返す、でその返すのクオリティが高ければ高いほど何のリスクも負わずにポイントをだんだん頑固は失敗してくれるよと、これをちょっと覚えていってください、さあ行きましょう、はい、ゴー、相手へのプレッシャーを、そう、返すというプレッシャーを与える、そう、そう、いい、いいよ、大丈夫よ、ケアしてくれるペアは、はい、そう、いい分かります、ほら急に絡んだら、ね、分かります、なんか出てうわ返して失敗したと思うでしょ、こういうのがマジックなんですよ、平行陣で急にこうラリーしてるのをここに引っ掛けると負けてしまうパターンになるので戻すが正解ですね、はいゴー、もう一球、そう、我慢してそう、はい、ナイスケア、さあどっちがクロス側になった、どっちがストレート側になった、はい、あー、Aボール、はい、ナイス、焦らないで、うまいよ、
わーい、ナイス、今のナイスプレー。明け交代しましょう。そう、今なんか見てたわかる、あっちの方が激しかったでしょ。こっちはあんま何もしてないんですよね。はい、行きましょう。はい、そっ、オッケー、いいよ、返して、そっ、いいよ、はい、構えてよ、そう、大丈夫、構えて、はい、いい、そう、ナイス、いいよ、えらい、あー、やりすぎた、オッケー、センターケアして、そう、ナイス、はい、アウト、ナイスプレー、今全員良かったです。はい、行こう、もう一球、そう、我慢して、ナイス、はい、我慢して、我慢して、はい、はい、我慢して、そう、あ、うまいね、ナイスストローク。でもやっぱ分かります、今のが攻めるきっかけの廃棄をしてしまったよねっていうのは、あそこまで緩くても例えば相手の正面だったら角度って取りづらいので、ストレートアタックだったりセンターアタックになってくるので、こっちは返しやすいよねっていうのが重要になってきます。あのね、はい、暑い、え、暑い、暑い、夏よ今、汗やばいもん。まあそれでも気持ちもありますもんね。やっぱ入ってる、入ってる、うん、今全部入ってる。いますか、ちょっと技術的なのを喋ってもらって。え、言います、技術的なのを喋ってもらって。いや、もういっぱい喋ってるからいいかなと思って。情熱を、はい、分かりやすい。あ、ほんまですか、ありがとうございます。さあ行きましょう、よい、はい、行こう。さあまずは我慢、センターね、センター注意してよ、そう、はい、 OK、 ナイス、はい、そう、あくまでもセンター守ってあげて、そう、ナイス、いいよ、どうする、どうする、そう、一回返すよ、はい、我慢して、そう、いつがチャンスだろう、お、 OK、 あー、惜しい。今のがだんだん、例えば多分ね、癖だと思うんですけど、ボールが飛んできて、はい、外に回り込んだ、分かります、外に回り込んだ時に相手に対して今度普通に返しちゃうと真ん中すごく開くんですよ。なので回り込むということはイコール角度を取ったりだとか、もうストレート行ってしまった方がペアが動きやすくなるんですね。このままで普通に返しちゃうとペアからしたら、あ、外に行ったから真ん中寄らないといけないのかな、でも普通に返しちゃうと、あ、ストレートやばい、怖いかもっていう風になってしまうので、サイド側に回り込んだ時っていうのは基本的にストレート狙ったりとか、もう角度を狙ったりとかする方が平行陣としては成り立ちやすいので覚えておいてください。さあそしたら、まあ今のでですね、動き方の基礎として皆さん覚えておいてほしいのが、例えば今の形だったら平行陣って今こういう風に立ってますよ。例えば僕の方ストレートに飛んできた場合、絶対動き方としては横に動かないことですね。ここからボールが飛んでくると思ったら斜め前に取りに行くというのがかなり重要になっていきます。例えばここ立ってます、あの、まあ、皆さん見てもらったら分かる、僕身長低くてちょっと足短いんですけど、内緒ですよ、いい。こっからスプリットステップをして斜め前に軸足出して前足出してラケットを出したら、もうそっちから見たら分かると思いますけど、狙う場所なくないですか。ないですよ、意外とないんですよね。でもこれがですね、ほとんどの方がここからこういってこういってこうなるので、なんか広がったイメージがありますよね。なのでここに立っている方もそうなんですが、守り方の動きがどうしても真横、いわゆるサービスラインに沿って動こうとするので、どうしても打つ側からするとコースが広く見える。なので常に動きとしては前、前後左右ではなくて、前、右斜め前、左斜め前、右後ろ、左後ろっていう風な考え方のポジションをイメージして動いてみて、そうすると相手からすると意外とあれ、打っても打っても返ってくるっていうような平行陣になりますから、ここを覚えておいてください。さあ行きましょうか、スタート、どうする、 OK、 ナイス、我慢して、そう、いい、そこ攻めるパターンやね、 OK です、 OK です。はい、行きましょう、はい、焦らず、そう、それでいい、一回返して、はい、はい、そっ、我慢するよ、我慢するよ、こっち我慢するよ、はい、はい、ケア、そう、ようケアした、よう我慢したね、今ね、もうあっち行きたってしゃあないからね、ああいうとき、そっ、はい、 OK、 いい、そう、我慢して、いいよ、
おわー、ナイス。はい、そう、大丈夫、構えて、そう、参った。はい、行こう。はい、焦らず、はい、そう、ボールが飛んでくるのを受け入れてあげて、そう、受け入れてあげて、そう、面白い、そう、これやっと出たね。今のが平行陣をしていて、なんか身近だったじゃないですか。これは許容範囲のミスなんです。例えば一番やった厄介なのが、やっぱりボレーをしててポンと浮かしてストロークがこう叩くっていうのが一番怖いじゃないですか。でも平行陣で一番も重要なのは、相手が打てないところが重要なので、持ち上げさせるのが一番ベストなんですね。なので低く短く飛ぶボールにはもうすごく OK と思ってください。でその時って前に来ないといけないですよね。なのでその時って一瞬攻めるチャンスになるので、ちょっとそこを意識しとけばいいかな。今のミスは全然 OK なミス。はい、ラスト、はい、 OK、 いいね。そう、でも焦らないよ、ロブ来るよ。ほら、今ので詰めたらロブが来るけど打てたかよ。今のロブ来そうやったよね。これが振っていいとこ打つとやっぱロブが来ちゃうので、あれがもし打ってほしかったら正面に返せるとベストっていう風に覚えておいてください。はい、 OK です。な、一度全部ボールを集めてください。すごいですね。これすごいですね。汗が汗止まらないです。ということで、今回ね、平行陣の動きをやったんですけど、皆さんどうだったでしょうか。おさらいとしてやるのは、うん、打たれる覚悟を持つ。なのでやっぱどうしても平行陣で守ろうと思ってんのに、なんかこう行こう行こうってよく皆さんするじゃないですか、うん、なのでバランスが崩れてしまう。なのでできればイメージとしては、守ると決めたのであれば打たれるっていうのを意識してやってみてはいかがでしょうか、はい、この動画がね良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、もう早々時間が来ましたので、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had at Parker.